たで、あ、なんやねん、言えよ、謎というやつ。お前熱あんとちゃうか。いや、ないで。熱なかったら死んどるやんけ。大阪城建てたん誰か知ってるか。豊臣秀吉やぞ。違うわい、大工さんじゃい。二人掛けの机の真ん中に線を引いて、この線から入ったらあかん、神経質なやつ。言われた方も言い返す。せやけどお前入ったらあかん言うけど、ほなら空中やったらええんやろ。青になんかついてるで。え、マンダム。アホが見る豚のケツ、アホが見る豚のケツ、アホが見る豚のケツ、アホが見る豚のケツ。一日一個は消しゴムを刻んで潰すやつ。匂い付きの消しゴムに歯型をつけたやつ。シャーペンの中に筆を入れて白い芯だよ。下敷きの上にふけ集め、前のやつにフッとかける。注射の列で終わったやつが帰ってくると、痛かった、痛かった、必ず聞くやつ。クラスの中が大爆笑、聞き逃した時。なな、今何言うた、な、今何言うた、なな、今何言うた、今何言うた、何言うた。必死に聞くやつ。遠足の前の日に、先生、バナナはおやつに入るんですか。先生の理屈もむちゃくちゃで、お前なんであんなことしてん。いや、あの山田君がやったからです。ほな山田が死んだらお前も死ぬんか。子供同士の言い争い向きになってくる。お前な、お前絶対間違いないな。命かけるか。近所のパンあのおっちゃんは、おっちゃん、このパンなんぼ。30万円。アホが見る豚のケツ、アホが見る豚のケツ、アホが見る豚のケツ。